取材しました。ジェフ・ベックさんはエリック・クラプトンさん、元レッド・ツェッペリンのジミー・ペイジさんとともに世界三大ギタリストと呼ばれています。現在日本で行われているライブツアー、世界で初めてリハーサルの現場にカメラが入ることを許されました。先週土曜日、私はジェフ・ベックさんのリハーサルに立ち会うことができました。どんな雰囲気の方なのかちょっとまだ想像がつかなくてドキドキしてます。世界で初めてカメラが入りました。すごい。ジェフ・ベックさんはイギリス生まれの65歳。1965年ビートルズやローリングストーンズと共に活躍したヤードバーズでデビュー。世界三大ギタリストと呼ばれるエリック・クラプトンさん、ジミー・ペイジさんの所属したバンド。1985年ボーカルにロッド・スチュワートさんを迎えたピープル・ゲット・レディが大ヒットするなど、これまでグラミー賞を5回獲得。去年ロックミュージック発展への貢献が認められ、ロックの殿堂入りも果たしました。やっぱり生で聞くのと全然違いますね。こう心に響いてくるものが私の体にこう足の底から伝わってくるような感覚がものすごいなと思って。そんなジェフ・ベックさんの特徴は神の手と呼ばれるこの指の動き。バイオリンも指の動きが大切な楽器。美しい音を奏でるため一日も練習を欠かすことはできません。私は同じ弦楽器奏者としてジェフ・ベックさんの指が気になりました。そこで実際に指を見せていただくことにしました。触っても、あ、すごい、はい。美しい音色のギターというのは聞いたことがなくて、左手見させていただくことって可能でしょうか？This is... あ、触っても、はい、あ、すごい、はい。This is about、perfect, you know, good now. But, if I don't play for 2 weeks, the skull is soft. Very difficult to play. I have to play every day. ジェフ・ベックさんの指の硬さに40年以上積み上げてきた歴史の重みを感じました。そして本番直前、アーティストとして一番緊張する瞬間。手が冷たくなるということはありますか？私の場合、本番前緊張で手が冷えてしまうこともあるのですが、なんか私の方が冷たくなっちゃってすごいあったかくてびっくりしました。そしてついにライブが始まりました。この日、最新アルバムに収録された誰も寝てはならぬを含む全22曲を演奏。2時間に及ぶライブで2500人を魅了しました。私にとって、私はバイオリンをやっているので自分の分身だと思っていて、私は口下手のところがあって、バイオリンを通してそのお客様に音楽を届けるというふうに意識をしているんですけれども、ジェフ・ベックさんにとってギターとは何でしょうか？That's me. Same for me. Hardly speak during the shows. Not because I don't want to, I just feel as soon as I get in front of the mic.I just don't know what to say, so it comes out through the guitar. And I think people are happy with that.
ジェフベックさん、意外と静かで穏やかな印象を受けたんですが、どうでした？そうですね、とても温かい方で、私今まで実はロックという音楽に触れる機会がなかなかなかったんですけれども、今回この取材を通して本当にものすごく新鮮なことばかりで、65歳とお伺いしたんですけれども、年齢を感じさせないパワーを感じられてすごいなと思いました、ね。それからジェフ・ベックさんの分身であるギター、その音色はどうでした？はい、そうですね、本当に音って人柄やそのこれまでに積み重ねてきた経験が現れるんですけれども。現れますか？そうですね、すごくやっぱり優しさと温かさが溢れていて、楽器を通して本当に会話をしているような印象で、本当に哀愁も感じられて共感できました。ジェフ・ベックさんは今日6日間の来日ツアーを無事終えました。以上、アットカルチャー宮本エミリでした。